月崎駅は千葉県市原市月崎にある小湊鉄道線の駅である。駅本屋及びプラットフォームは国の登録有形文化財に登録されている。駅舎に接して短式ホーム一面一線がある地上駅である。奥には使用されていない島式ホーム一面二線が残っている。駅舎は古くからの木造であるが無人駅となってからは内部は 待合所のみで出殺口などは残っていない状態であった。しかし、千葉セクションの観光客増加を見越して、里山トロッコ停車駅となったことを契機に、最有人化され、駅津と無室と改札ラッチが再度設置されており、土休日は駅員が常駐する。2009年11月には、ログハウスの公衆トイレが設置された。1967年に無人化以降、 長らくの間乗車券の発売は、車内のみであったが、2014年8月15日に、駅前の山崎ショップ朝日屋で簡易委託による、貢献乗車券の発売が開始された。小港鉄道線内の普通乗車券と、月崎駅普通入場券のみの取扱いで、往復割引乗車券、回数乗車券、定期乗車券、5位から JR 東日本線への連絡乗車券は、 取り扱わない。2019年度の乗車人員は1日平均12人。近年の1日平均乗車人員推移は、下表の通り、レントサイクルを実施しており、周辺観光に利用することができる。ありがとうございます。